はい、こんにちは。今日も映画行きたいと思います。はい、いいのありました。まずはめちゃくちゃ懐かしいとこなんですけど、これ行きました。野生の証明、角川映画全盛の時の兼高倉と薬師丸ひろ子でございます。高倉健さん、やっぱいいですね。一回ガキの頃見てるんですけど、ほぼほぼ内容を忘れて、最後、抱えてね、薬師丸さん抱えて、突進していく、あそこだけ覚えてたんですけど、はい。流れがあって、あのシーンになるんだなって、もう一回見直して分かりました。やっぱすごい作品です。1978年、原作が森村誠一さん、監督佐藤純也さんかな。人間の証明を作ってるんですよね。人間の証明が1977年、連発で、野生の証明の方が先だと思ったんですけど、人間の証明の方が先でしたね。はい、同じ監督です。だからすごい作品2本作ってたんですね。はい、高倉健さん、薬師丸ひろ子さん、夏柳功さん、なんかちょっと骨太の刑事役なんですけど、それから中野涼子さん、三國連太郎さん、金子信夫さん。三國さんがまたインパクトある感じで、その他ちょっといっぱい出てます。成田幹雄さんとか、すごいいい役者さんやっぱりいっぱい出てるんですけど、ちょっとね、ここはね、ちょっと、おっと思いました。舘ひろしさん出てます。若い頃の。そのままバイク乗って、暴走族のなんか、あれだったんですよね。舘ひろしさんって、確か、バイク乗りで。まあ、そのまま延長で、若い頃、多分、そのまま入って、そういう、地で行くというか、そういう役なんですけど。はい、デビュー当時の舘ひろしさん出てました。はい、まあ壮大なスケールで、自衛隊の特殊部隊みたいなところにいた高倉健さんがどうなっていくかっていう、まあいろいろちょっと誤解されたことがあったりとか、薬師丸ひろ子さんの出会い、本当の娘じゃないんだけど一緒に育てていくっていう、はい、中で戦車がドワーッと出てきたりとか、予算たっぷりあって、制作の人たちの情熱というか、そういうのすごい感じました。まあちょっとオーバーに言うと命がけでみんなやってるなと。少し、ちょっとやっぱ今との違いというか、今は今でね、いい作品、全然素晴らしい作品もありますし、なんですけど、あの当時の、情熱っていうのはまたすごいものがあるなと、映画への。そういうのを感じましたね。はい。また、絵になる人というか、役者さんも、まあ、高倉健さんだけじゃなくて、薬師丸ひろ子さん、若い頃の、すごい良かったんですけど、まあ、ちょっと、動いただけで絵になるとか、存在感がすごいなっていうのもありましたし、何よりも、あの主題歌、男は、無口な兵士、笑って死ねる人生ですね。ちょっと強引に歌入ったりとか、そこで歌かけるかとか、なんかちょこちょこあるんですよ。あるんですけど、なんかパワーで押し切ってるというか、
情熱で押し切ってるというか、その歌自体とかもいいんですけど、結構有名な曲で自分好きな曲なんですけど、うん、そうですね、押し切られたというような感じですかね、豪快に。はい、もう一回見てよかったです。インスタこれ上げてみたら、俺自体を上げることあるんですけど、反応があって、最近なんか BS でやったみたいですね、それ見たんですけどって言ってました、インスタのフォロワーさんが。やっぱ90満足度92とかですかね。はい、こっちか。すごい情熱とパワーと壮大なスケールで押し切られた感じです。はい、今回はこの1本にしておきます。はい、で次回まだまだ怪しい彼女、はい、で ET も借りてきました。で朝だけ、はい、から大脱出、アーノルド・シュワルツネッガー、シルベスタ・ストロングスで、これですね、アラビアのロレンス、これ前編後編ある240分ぐらいの映画ですかね、合わせて。はい、そんな感じでございます。いやー、以上カズゲ以上でした。チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっといまいち笑えなかったな。